I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch them all. It's you and me, I know it's my destiny. Pokemon, oh, you're my best friend. In a world we must defend. Pokemon, gotta catch them all. Our hearts so true, our courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. はい、皆さんこんばんは。ポケモンピカチュウ実況プレイようこそいらっしゃいました。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いします。そんなわけで、まず僕からテンバラちゃんに一言。ごめんね。そう、前回、テンバラちゃんが持っていた火の粉ことエンバー、その技を新しく覚えたレイジーに上書きしてしまったんですよ。よって現在テンプラちゃんは何一つ炎系の技を持っていない状態になってしまってますね。まあ、もともとプロレスラーだからね、あんまり火の粉使ってなかったからっていうのは言い訳にならないから、アイロンをテンプラちゃんにあげたいと思います。ほんとごめんね。このアイロンをその頭のクリームに当ててあげるよ。パーマになったりして嘘嘘冗談ほんとごめんね。それで現在のステータスを見てみると、マンキーが気絶してるんで、まず、マンキーを回復してあげようか。前回頑張ってくれたんだよね。どうぞ。期待以上の活躍をしてくれましたね。何、マンキーが先輩、気にしないでくださいよ。俺なんか見てくださいよ。格闘系のポケモンだっていうのに、何一つ格闘系の技持ってないんですから。これがまた空手チョップとか、これ一見格闘系の技に見えるところがまた立ちが悪いっていう。それと比べたら先輩はまだボディスラムがあるから羨ましいっすよ。むしろレイジ、俺いただいちゃっていいですか。いい子だね。スーパーポーション、あとテンプラドラウチゴルパットも必要かな。まあ現在地今、この画面上で見た限り前回からほとんど進んでないんですよね。前回というか前々回からペースを上げていこうかな。よし、頑張ろうぜ。こんにちは。お、何見てんだ。ん？見てるとしたら天ぷらちゃんのアイロンのかかった頭のクリーム。お、バイカー。最近この髪型したやつが多くありません？あのバードキーパーといい、コフティング、久しぶりですね。レベル28か。まず一旦目プレゼントしてるんでゴルバットかな。お、タックル。コンフューズレイ。で、ファイト。あんまりかじりたくありませんけどね、これ。かじるとかあるんですかっていう、逆にね。まあ長旅を想定してちょっと体力吸っておいた方がいいかもしれませんね。お、パシーン。
サンキュー。次はホッピング毒ガスやろうか。じゃあドラウジー行ってみる。ゴードラウジー。ドラウジーのいいところは寝かしてしまえば寝かすまでにかかったターンに食らったヒットポイントを一気に取り返すことができるっていうところですね。間に合えば。間に合った。ドリームイーター。そして何事もなかったかのように。サンキュー。コッフィング。じゃあこのまんま、コンフュージョン行ってみよう。わ強っ。わこっちも強っ。あ、汚い言葉。お、マイルドに包んでます。何？消えろって？今のはマイルドじゃないね。んで、長いですね。お、マイバードポケモンはレディ。準備ができてる、戦いの。出ました、モヒカン野郎。モヒカン通りと名付けようか。ここさあピッチーさんです。行ってみる。強いですね相変わらず。もう一回食らっちゃったら厳しいけれど、どうだ。頑張った。あの残りをじゃあ天ぷらに。でボディスラム。サンキュー。レベル20、成人しました。お、ジェラスバード、結構強いんですよね。フューリーアタック。サンキュー。次はピッチ。このまま。いやらしい砂攻撃をやってきました。やるね天ぷら。レベル25。お、フィアロー。じゃあこれは一気にクリで焼いてしまおう。なんかトサカが冠みたいですね。王様。サンキュー。まあ、顔的に言うと女王様っぽいけどね。あのさ、あの腕に乗せてる鳥さんは使わないんですか。何、準備はできていなかったって。今さら、今さらすぎる。もっと良い動作を覚える必要がある。例えば何、レイジとか。あ、ごめんごめん天ぷら。そうですね、マンキーが食らっちゃってるんで回復してみようか。よし、シュワッス。TM をどうした、教えないといけない。グッドムーブ。なるほどね、良い動きは TM から。
あの腕に乗っけてるやつ使わないってことは、あれは飾りなんでしょうか。アクセサリーみたいな。流行らないね、そういうのは。鳥を一見連れてる風のなんかさ、昔ダッコちゃんっていう人形が流行りましたけどね、あれの鳥バージョンでしょ、言うならば。さすがゴルバット。次はドーデュオ。ドーデュオ、わかんないですね。こういうのはちょっとクリに。あー、いましたね。ドードリオとかなんかいたよね。焼けるかな、焼けるかな。上手に焼けました。次はお、オットさん。オット声優はじゃあゴルバット。で、混乱混乱混乱。混乱するオット。もうちょっと。サンキュー、みんなよく頑張りました。なになに、 HM を持ってるって。ポケモンはそれらの動きを忘れることはできないね。そういう動きを忘れることはできないけれど、キノコは忘れることができる。後ろからわー。 TM はセラドンでセールになってる。あ、マジで。あ、なんだ、セールってフォーセールのセールじゃなくて売られてるってことね、うん、でも HM はわずかな人しか持ってない。あ、SS 暗号の人とコネがあるような人とかね。そして最近流行りの鳥アクセサリー。そのうちあれに時計機能がついたやつとか出てくるんだろうね。ゴルバットかな。そういえばなんだっけな、前にカットで切ったプライベートガーデンのところで戦った釣り人いたでしょ。あの人はきっと SS 暗号の船長さんと友達なんだろうねって話をしたんだけれど、皆さんからコメントでマジカブはそもそもカットは使えないよっていうツッコミが入ってて、だったらあの人どうやってあそこに潜り込んだのって話になりますよね。サンキュー。次はもうこの辺で攻めてくるね。じゃあクリ。女王様登場。すごい経験値ありましたね。まともに戦ったらやばかったかもしれない。ああ、やられた、しくった。ポケモンに教えなさい、同じエレメント同じタイプの技を、もっとパワーがつきます。だってさ、天ぷら。うんで、うん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 、ゴルバットがちょっとピンチですね。どうだ、お前はバードポケモンに教えましたか、フライのやり方を。さあ、ちっちゃいけれど力持ちですよ、スピアローは。そうだな、ゴルバットか天ぷらっていう風にしたいんだけれど、二人とも少し食らってるね。天ぷら行ってみる？いや、ゴルバットかな。
乱できるっていうのはね大きいですね。わっしょい。そしてレベル32、おめでとう。お、なんか技をウィングアタック、あーさっき誰か使ってましたよね。イエス、慎重に行きます少し滑りやすいんで慎重に行きます。で、ウィングアタックでしょ、まあ、バイト強いから欲しいし、リーチライフも回復系で長旅に必要だし、コンフューズレイも使ってるからね。だから思い出のワールウィンドかな、最近使ってないもんね。ウィングアタック。おめでとう。デビルマンみたいだね。ウィングアタック。お、どうじょう。これは早々にクリに焼いてもらっちゃおうかな。か、まあ、ドラムシ。一回勝負ですね。ヒットポイントがちょっと減ってるんで。無理だったか。オッケー。じゃあ経験値だけプレゼントっていう形でクリ。すごいな。半分近く減らされてしまった。お、早くも24。お、ドラオジーも何何ヘッドバット、プロレスだね、流行りの。そして慎重に行きます。儀式のような感覚で臨みたいと思います今後は。コンフュージョン、ヒプノーシス、まあ、パウンドかな。順当でいけば、ただまあパウンドにもお世話になったからな、あの微調整のパウンドかな。おめでとう。このまますごいもん、経験値の量が。お、クリもみんな触発されてるね。慎重に行きますよ。何アジリティ、なんかちょっと面白い。これ技なのか。しかしながらクリは4つ以上覚えることはできない。デリートしなきゃ。アジリティが一応イエスを押してみるね。アジリティってどんな技なんだろうな。まあ敏捷性だから素早さアップみたいな。もともとクリはね素早いからね、ダブルチームの強化版だったら嬉しいけれど、これはなんと見えないな。これはキャンセルかな。アバンドン、あ、これはイエスの出るんだね。覚えるときは1,2のプって出ちゃうけど。炎上したって。バードポケモンはトゥルーラブ。トゥルーラブですか。じゃあゴルバット、ドラウチで、天ぷら。よしで、看板ルート14、フシアの西、フシアシティ。あ、なんか怪しいね、そこのくぼみ。使ってみます。
アイテムファインダーダメだね、やっとね。カミカミズ PC で預けるしかないね。あとはあの下の小僧とは戦ったんでしたっけ。なんか看板をね読んでいなかった気がする。こういう迷路を見ると昔ラビリンスっていう映画があったのを思い出しますね。左を見なさい。ポストの、ポストの左。ポストってどれ？左のポスト？右のポストはトラウマスポットなんていうのは、あのくぼみは怪しいね。物は試しに使ってみようか。お、ピコンピコン。イエス！アイテムファインダーが表示してる。そこにアイテムが近くにあるって。どこだろう、やっぱあのくぼみ。でポストの左手どれだ、これ。もう一回使ってみます。あ、ビンビン来てます。どうしてここに来て。あ、 PP アップやりました。おかしいね、あっち側から使ったら反応なかったけど、こっち側から使ったら反応があるっていう。どんだけ繊細なんだこれ。視聴者の皆様から不良品の烙印をされていたっていうアイテムファインダーですが、ここに来て役に立ちました。で、同じアイテムのことをピコンピコン言ってたのかな。あ、わかりました皆さん、あの向きが大事なんですよ。僕の感覚ではなんていうのかな、あのアイテムっていうのはその場所にあるっていうふうに思ったんだけれど、同じこの場所でも左のもの、右のもの、下にあるものっていう、それも指定する必要があるっていうのが今ので分かりました。じゃあなおさらアイテムファインダーって難しいね、特定するのが。さて、お、草むらさんがありますよ。で、敵出てきそうですね。おー、自転車乗ってる。小生意気な。このまま後ろからツーンと押してやろうか。じゃあ我が輩も自転車乗ろうじゃないか。一緒に自転車に乗って戦おうよ。よし、勝負。僕らはこの辺で乗り回す。なぜならば広いからだっていう割には、なんか狭々しい感じに、あの広々スペースを使ってる感じがしませんでしたか。29か、ブラウジ。モッグ、あ、強っ。ポイズンド、やばいね。もうちょいいける？行かない。タイトも決め手にかけてます。やばい、来たぞドラマジー。来ない、今日は不調です。わかった、じゃあここは天ぷらはイネカーだから天ぷらだそう。
誰よりも毒の辛さを知っている天ぷらちゃん。お、力比べ。来たぞ。よし、よくやった。次はムック。ムックさんか。うん、じゃあマコルバットの新技っていうのを見てみたいんですけれど、一旦マンキー出してみようか。うん、でコルバット、ポイズンギャス、もうまんまですね。ウィングアタックタイプフライング、鳥になれ。サンキュー。レベル21。お、マンキーもなんか今回みんな技を覚えるね。ヒューリースワイプス、ヒューリーがつくとなんか連続攻撃っぽい響きですけれど、マンキーどうした、ついに覚えたか格闘系の技。これやっちゃいましたかね。そしたらね、スクラッチを上書きです。ヒューリースワイプスを覚えました。ワイプアウト、イッツクール。ポケモンをとっても強く鍛えたんですね。うん、力っていうのは正しい。まあね、天ぷらちゃんのあの事故、あれがまあ生んだ一つのあれとしては、技を覚えるとき慎重になるっていう。今回に繋がってるよ天ぷら。なあクリ、ありがとう。クリも支持してくれてるよ。そんなわけで、ドラウジーが毒なんですね。直してあげよう。で、スーパーポーション。お、レジェンダリー、伝説のポケモンについて知ってます？知らないよ。なぜならこれからクリが伝説のポケモンになるからさ。お、レアなやつ連れてるんだね。さあ勝負。サンクスギビング。ちょっと早い感謝祭。なぜ負けたんだ。3つの伝説のポケモンは全員鳥類だって。カット。自転車ちゃんが2人いるぞ。いける？ん？どうしたマギ？まだまだ来ますって。よし、頼りにしてるよ。ポケモンファイトクール。
みんな広々してるからここに来たっていう割にはさ、なんか隣同士くっついてんだね。ダラジ、今回はあまり調子が良くないドラおじいちゃん。行った。さあ召し上がれ。美味しいね。次はおグリーマー強い。飛ばされたって、うん、誰が勝つか知っていたでしょ。僕とお前の間でワンオンワン、パーフェクト、ちょうどよかった。時間つぶしをしたかった。おお、さっきは鳥ゾーンだったけれど、ここはなんかこういう毒ゾーンらしいっすね。ディセーブル、なんだろう。ヒプノーシスがやられたが大丈夫。コンフュージョンあるもんね。ヘッドバットもちょっと気になりますけど、あ、もう大丈夫です。お、ハウンドだ。うわ、めちゃくちゃ強いの。やられた分を取り返さないとね。極悪だぜこの技。サンキュー。レベル25。コッフィン。ブルブルブル、ポイズン。レイジングポケモン。ポケモンを育てるのは退屈？大変？回復で、うん、で、お、草むらがありますけれど、お時間となりましたんで、今回はここまでとさせていただきたいと思います。ノーレスです。それではまたね。さよなら。